はい、勝利を手にしてリングを降りていきます。朝倉海、あれ僕のおじいちゃんなんですけど、あの身内から行くとね、いつもハラハラして見てる、その私の孫だっていう顔をしてくれたんで、あやっぱり良かったなって思いましたけどね。でもまあ本当に2人ともやんちゃな子で、割合野生的に育ったと思うよな。海の方がどちらかというと素直な子だったな。うん、それは間違いない。間違いない。間違いない。ミクル、ミクルの方が本当にやんちゃすぎたけどが、うん、あんまりミクルは形にはめることのできん子だったね。暴走族まがいのようなことをしてたからね、そんなことをやらずに言ってくれるのが一番いいけれどもが、でも人生はやっぱり紆余曲折があって、それが全ての肥やしになっていくと思いますので、格闘技を始めてからね、2人ともあの僕はすごく大人になったっていうのを思ってる。アウトサイダーから始まって今回のライジンになっていくに従って、やっぱりいろんな人のからの教訓を受けてきたと思うんだけどね。おじさん今もう医者からは一応宣告された病気を持ってるんだけれども、7年前ぐらいに癌になっちゃって、でその時に余命宣告とかもされて、確か2年とか僕らの試合を見ることがなんか生きがいだって言ってくれてて、2人の活躍が私のやっぱり病気を少しずつなんか長生きさせてくれてるっていう、毎回見てて私の一つの薬になってるかなっていう思ってるんですよ。まあ、熱い試合をしてパワーを与えたいですよね、僕らが。